今日から始まったアンパンを集めたおなじみのイベントに、これまでで最も多い店舗が参加します。11回目を迎えるアンパンパークは、北九州市 JR 黒崎駅前で催されるアンパンの即売イベントです。来月4日までの5日間に過去最多の71店舗が出店します。1日1万人以上が来場する人気イベントとあって、山口や長崎など県外からも出店しています。100種類以上のアンパンや会場限定のパンを目当てに、朝から大勢の客でにぎわいました。主催者は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んだ店舗の支援につなげたいとしています。